とりあえず落ち着け、落ち着こうか。もうレースエーペックスしよう。今日はエーペックスレジェンズをプレイしていきたいと思います。実況解説はこの火鉢マナがお送りいたします。よろしくお願いします。いや、試合開始まであと3秒ですね。一体今回はどんな試合が繰り広げられるのでしょうか。そんな無理やろ、もう諦めとるやつ俺って。私は今回アッシュというね、この慈悲なき先導家、慈悲なき先導家っていうんやん。俺日頃家でやるとき英語の設定でやってるんですよ。アッシュの英語のボイスが好きで、日本語もかっこいいんですけど英語が特に好きで英語でやってるんですけど、ははーん、老婆のスキン。そんなもんやん。英語設定で配信すればいいやん。そんなことしたらさ、みんなわからんのとちゃいますか。みんなフラットラインとか読めますか。なめんな。ちょっとなめすぎか、なめすぎか、なめてんのか、なめんな。怒ってる怒ってる。まあ怒ってるわ。カメラ見るな、集中せ。怒る、めっちゃ怒るやん。俺日頃ね、倍率変更キーをあれに入れてるんですよ。プラスキー、なんかプラスマイナスの方が倍率変更抜けてる。もうめちゃめちゃフルフォアやんやんけ。残り10秒大丈夫これ、ちょっとやばい気がするけどな。普通にこいつ連れてったろうや。来い来い、フフフォアハン。待って、フフフォアハン。俺の糸を汲み取ってくれてるこの人、優しすぎる。マーカンちょっと重たい。重たいとかレディーに言うなよ。あそこか、あそこ完璧完璧。これ英語やったらパーフェクションって言いますね。はいはいはい、うざ。はいうざ。なんで一単語で生きれる俺。うざすぎる。